皆さんこんにちは、釣りウェーブのタムです。今日は前回の動画で釣ったシャクイワナの調理をしていきます。方法はシンプルに塩焼きです。いくつかポイントがあるので、魚焼きに自信がない方は参考にしてみてください。まずはイワナを流水で洗い、血合いや汚れを取り除きます。洗えたらクッキングペーパーで水分を拭きます。水分が残っていると仕上がりが水っぽくなるので、しっかり拭き取ります。次に塩を全体に振りかけます。焼いた時に焦げ落ちないようにヒレに飾り塩をつけます。手のひらに塩を盛り、ヒレ頭部にしっかりつけます。次に焼き上がりに躍動感を出すため串打ちをします。自分は間違いましたが、焼き上がり時に左に顔が来るのが基本です。焼き上がり時の向きと躍動感を意識しつつ串打ちします。理想的なフォルムはこんな感じです。できたら魚焼きに水を入れ、網が汚れないようホイルを敷きます。ホイルにフォーク等で穴を開けておくと水分が落ち、ベチャッとなるのを防げます。焼き上がり面を下にして、最初から最後まで強火で焼きます。焼け具合を見ながら上下左右を動かし、片面焼けたら裏返して反対も焼きます。その間に大根おろしをすりました。盛り付ければ完成です。完成です。シャクイワナの塩焼きです。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はですね、渓流でイワナ釣りをしてきたんですけれども、渓流の主と言えるようなね、大イワナをすることができました。最大限の敬意を払って調理してみました。渓流の主に乾杯。どんな味がするんでしょうか。すごいですね。やっぱり一番いいとこにいたんで、餌を大量に食べて丸々と太ってます。もうすごい肉厚、肉厚ですね。醤油とね、ちょっとポン酢を入れたものに、うん、マジでめちゃくちゃうまい。もうね、今まで食べたイワナの中で最高にうまいですね。うん、いや本当に自然に感謝ですね、これは。今日もご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。